フェアバンクスノーススター軍はアメリカ合衆国アラスカ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は97,581人である。軍庁所在地は州内第2の都市フェアバンクスである。1964年に設立された。軍全体で構成されるフェアバンクス都市圏に属し、その面積はニュージャージー州よりもわずかに小さい。 国勢調査指定地域のカレッジや E、ルソン空軍基地など、フェアバンクス地域にはいくつかの重要な未編入地域がある。フェアバンクス市中心街にある、フェアバンクスノーススター軍管理庁舎軍の立法府は、軍全域を選挙区として選出される9人の委員で構成されている。任期は3年間であり、毎年3人が改選される。軍は強い軍長の仕組みで運営されている。 軍長はその部門長たちと共にシティマネージャーが行うような多くの任務を遂行している。軍長、ルーカ・ホプキンス軍政委員、2010年10月から2011年10月軍は公共図書館システムを運営している。本館は、ノエル・ウィーン公共図書館である。フェアバンクス・ノース・スター軍は、北緯64度50分、成形146度25分に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は7444平方マイルであり、このうち陸地は7366平方マイル、水域は78平方マイルで、水域率は1.04%である。冬季にオーロラの最もよく見える場所として知られている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 軍内には2の都市と9の国勢調査指定地域及び2の未編入庁がある。ありがとうございます。